これさ何とかしてさ彼女が結婚してるかどうか知りたいよな、どうこれマジでじゃあどう口説きますみんな僕だったらあのねはいこんばんは石田イラです。こんばんは吉水奈です。こんばんは早川洋平です。大人の放課後ラジオこの番組は YouTube ポッドキャスト各プラットフォームにお届けしています。チャンネル登録番組のフォローよろしくお願いします。はい、さあ先週のバブルから一転今週は、皆さんメリークリスマス。メリークリスマスということでですね、クリスマスということで、はい、まあ恒例の恋愛相談特集といういいね皆さん、あのいかに不景気でもですね日本の未来が危なくても、はい、まあ少なくても恋ぐらいしようよと。そうです ねだって先週バブルの時にね、うん、あのバブル崩壊 の特徴、うん、最後もうなんか人口減みたいな、ああ少子高齢化と人口減少なんだよ ねだから僕ら逆にちゃんと行かないとダメですよやっぱりこれは本当、うん、そうですねさあということでじゃあ行ってみます。はい、いやちょっと今分かんない感じがあって、はい、ちょっと、まあ、とりあえず読んでみますね、はいはい、お便りからいきます、はい、ビーフビーフさん30代男性からいただいています。いいですね、ビーフビーフ、うん、第199回悪を考えるの回楽しかったです、はい、このお題が発表されてイラさんの作品の悪のキャラクターで真っ先に思いついたのは北斗に出てくる、うん、これ何て読むんですか、思考、そう思考、思考でした、弱者に対する圧倒的な暴力と暴論、読んでいて目を覆いたくなるようなキャラクターでしたが、ここまで恐ろしい悪が存在するからこそ作品が一層魅力的になるのだと改めて知る機会となりました、うん、次回の小説家スペシャルも楽しみにしていますということで、そうもうね児童虐待の極地なの、うん、あそうかそう、忘れられないようにって言ってここにドライバーで穴を開けられるの、この傷で俺のことを思い出すだろって言ってお父さんが息子に、え怖い怖い怖い、で治った後もう一回開けるの、絶対消えないように、っていうキャラクター、いやーでも作品としてはもう号泣ですよ、イラさんの作品で一番泣いたな、父がそのドライバーでここに眉間に穴を開けるのも何か理由があってのことなんですか、うん、ないそうなんだこれ圧倒的な暴力暴論の悪、ちょっと興味が湧きました。ぜひ、いや面白いよ。読んでみて、うんうん。ドラマにもなってるから、うん、ちょっと見たら面白いかも。あぜひぜひ。はい、じゃあ早速、うん、今日の恋愛相談の第1弾いきたいと思います。30代の男性からいただいております。家の近くのドラッグストアの店員さんに恋をしました。おー、いいねー。そういうの待ってたのよ。待ってました。うん、どうやってデートに誘えばいいですか、レジで顔を合わせる程度で世間話もしたことがありません。一歩を踏み出す助言をお願いします。なんかさ最高ですよこれこれ男の30代だよね、はい、女の子は多分20代か、ああの最高、変わりたいこれうわ最高ってなんかもうやばい、これさ何とかしてさ彼女が結婚してるかどうか知りたいよな、どうこれマジでじゃあどう口説きますみんな、僕だったらいきなり口説くって言っちゃったね、あのね行きまくる、まあまずそうですよね、あのチョコ買うクッキー買う水買うみたいなので、うん、1日に何度か行って、あのすぐ会社が近くなんでとか住まいが近くなんでって言って、うん、無駄話ができる体制に持ち込みたい、うん、だからそれには例えば2ヶ月ぐらい通い続ける、うん、なるほど、そっからだな、でもそれで結婚してますって言われたらもうそれで、うん、ヒャ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 って感じで、ノンさんだったらどうする、っていうか逆にどうされたい、されたいか、うん、彼氏いない設定で、彼氏いない設定ですよね、うんうん、でもやっぱりなんかあとレジやってるってことは結構オンモードじゃないですか、あのビジネスモード、うん、だから意外と喋りかけられてもにこやかに受け答えはできます、うん、あするよね、うん、そうだからやっぱ今イラさんが言ったように結構話しかけてこうまずは覚えてもらうっていうところからスタートするのがやっぱいい気はします ねでもさ最初にあんまりニコニコすると良くないじゃん、あだからちょっとぶっきらぼうでいっぱい通っていて、うん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 、なんか向こうに話しかけられるのを最初は待つぐらいでよくない、あ確かにちょっとまた来てくださったんですねみたいな感じ、一言言われてから返すようにするとか、確かにだからヘラヘラした感じで来られるとナンパな人なのかなと思っちゃうから、うん、そうですね最初はそのぐらいがいい気がします、ね、うん、いやゆふいくんどうすんの、僕はこれちょっと有料版で話したいんですけど、うん、なんか手があんの、いや僕は
まあ、スタンプカードをね、ドラッグストア好きで、うん、サプリとかもあるから。そっちか。まず、いやいや、まず、基本は一緒なんですよ。その頻繁に行く理由が欲しいじゃないですか。だから、まあ、スタンプカードを集めて話しながら、ちょっと家の近くなんですけど、うん、この地元出身じゃない体で、うん、ちょっとリアルでいいですか、ね、うん、いや、ちょっと最近この近く引っ越してきて、みたいな感じで、うん、なんかよくわかんなくて、今度ちょっとなんか飲み会企画しなきゃいけなくなって、みたいな感じで、ちょっといろいろ、ドラッグスターの店頭で、ね、違う、おすすめの居酒屋はどこですか。いや違う、最初、いきなりじゃないですよ。だからごめんなさい、僕答え行き過ぎたな。スタンプカードとかそういうの、そう、イラさんと同じコミュニケーション取りながら、うん、ちょっと近くのいろんな話を、つまりいきなり本人に誘うわけじゃないですよ。そういう近くの話もいろいろしてって、どんどん仲良くなるみたいな。なるほどね。まあ、ね、イラさんじゃないですけど、うん、なんか、そういう、なんか、いきなりダイレクトだと、そう、確かに引くから。本人に行かないっていう手ある、あります。ある。あ、いいと思う。店長とかとも。そう、ちょっと、いずれにしても外からがいいよね。店長っていうか、なんか、同僚のパートのおばちゃんとかで、人が良さそうなのがいたら、いや、すいません、ちょっと聞きたいんだけどっていう感じで、実は、みたいなことだったら、ノリノリでやってくれる気もする。え、でも今の時代ってどうなんですかね。なんか、ストーカーと間違われる。まあね、不審者扱いされるのあるよな。だからそういう意味では、本当になんか恋が生まれにくいよね。ほら、職場ではパワハラ、セクハラになるしさ。ね、そういうところでもなんか、ほら、個人の情報保持みたいなこと言うから、店長とかだったらまず無理じゃん。うん、パートの女性の電話番号教えてくださいなんか言われると、そんなことぞ、本社は絶対許しませんって言われちゃうじゃん。逆に外側から言っても難しいな、うん。だから同僚のそういう、なんていうの、守りが許さないところに行かないとね。確かにです、ね。例えば、同じ女子ぐらいのパート仲間とかさ。これ年代が知りたいな。学生ではないですよね。いや、多分20代だと思う。30代だもん ね、男の人が。うん、そうですね。20代半ばとか後半とかじゃない。あ、どうするよ。俺結構ガチの。そうですよね。あとはちょっと最近肌が乾燥してきて、うん、新しいボディーソープ探してるんですけど。ドラッグストアだから、うん、ピンポンある。おすすめの、あ、でもそれこの自然さがいいよね。そうだね。あるいは鼻風なんですけど、のぞ風ですけど、薬とあとなんかああいうのくださいって、ビタミン剤みたいなおすすめありませんか。それをなんか一番聞きやすいよ、聞きやすい。毎日夜のように聞き、でもどうなんだろう。いや、普段買い物に行ってて、そうなった時にそれを言って、うん、で、勧めていただいた薬がすごく良かったです、うん、ありがとうって言って、うん、2、3回行ってたら、これは結構これができるようにならない。なりそう。でもあれ、あの後、大丈夫でしたか、うん、とか。そうだよね。そう。だって、おすすめされたものだったら、うん、ちょっとキュンキュンしてきた。とか、キュンキュンしてきた。そうだね。報告とかも聞いたら、やっぱ確かに、いいかもしれない。宴会をやるおすすめ世界と言われてた。いや、そう。いや、それが言いたかったんですよ、すいません。でも結局、その、なんかそういう意味でドラッグストアでチャンスあるよね。あるね。全く全然さ、関係ない。うん、例えばなんかどっかの大会社の、うん、なんか受付の人とか、かなり来てる。しょっちゅう帰ったらマジやばいよね。確かに。でも、コンビニとかよりドラッグストアが目が、目線いろいろね、うん、可能性あるね、うんうん、っていうかコンビニ行ってなかなかそういうの聞きにくいじゃない、うんうん、おにぎり何が美味しいですかとか言われたら、うん、お好みでって言われておしまいだからはいはいどうぞみたいなねあとさ、僕一つ思うんだけど、こういうちっちゃな恋の可能性みたいなのが一個あるだけで、うん、毎日が楽しくなる。だって僕ら関係ないのに楽しいじゃないですか。そう。してる今。なんかさ、本当そういうの欲しいよね。欲しい。本当いいわ。いや、人の恋でこんなにウキウキできるなんて、うん、なんか大人になったなって気がする。いや、楽しいっていうか、いいよね。うん、いや、でも可能性は無限大なので、ちょっとうまく立ち回って、なんとかなんかきっかけをつかんでほしいね。多分この方はモラルがある方だと思うんで大丈夫だと思うんですけど、うんうん、決してなんか出待ちとか、なんか後つけて家を探したりとか、出待ちとかストーカーとかな。しないように。そうだね。それ、例えばうまくいった後でそれがバレてそれで終わっちゃう可能性があるんで、うん、最初から危険なのはいかない方がいいよね。うん、これでもなんかもうちょっとだけ突っ込むと、その、うん、なんだろうな、現実的な話です。そういう感じ、ちょっといい感じになるじゃないですか。うん、だからそこから一番のポイントが、まあ、最後そうやってもちょっと勝負かけるみたいなところあるんですけど、うん、そこはちょっとだけなんか言い出すアドバイスを。やっぱり若干不自然になるのか。やっぱりなんかお礼にご飯を誘うとか、昼のご飯を誘うのがいいんじゃない。何したらお茶とかいいですよね。そう、うん、土曜のお昼食べればいいじゃん。あ、いいですね。その時にお店のセレクトがまた難しいよね。そうですね。高すぎるとダメ、安すぎてもダメ。ファミレスでもちょっとね。うん。で、ちょっと洒落た、やっぱ洋物に行きたいじゃん。ハードル上がるな。ちょい洒落た、イタリアンとかさ。うん、あと服装もね、ちょっとシュッとした感じで。あれでも今のそのご質問者の方は30代で。30代って書いてありますね。質問、その店員さんは何歳か分かんないです、うん。うん、でも多分ね、ちょい下ぐらいの感じじゃん、絶対。うん、
わ、彼氏いるのかな、もうでも可能性は高いな、いるな。え、今までなんかこう話どんどん漏らしてます、はい、今までお付き合いした人とかで、うん、いわゆるほらなんかなんて言うんだろうな、そういう誰かの紹介とかなのか、うん、今みたいなある意味ゼロから一点突破みたいなさ、したかされたかとかだと、うん、どっちが多い？ないですね。え、ない？あの、私結構一目惚れとか絶対しないタイプなんで、うん、あの長くあの友達期間が長い人としか、じゃあするのもされたのも一点突破はない。その過程でどこでいいなって思い始めるの？きっかけがあるわけ？なんか喋っててすごい波長が合うみたいな。ああ、なるほどね。友達関係の中でってことか。うん、アバウトで。でもまあそういうのあるよな。盛り上がるな。ってことはさ、あのノアさんの場合は友達から恋愛に昇格する可能性も結構あるんだ。それ絶対ないって人もいるじゃん、女の子で。それしかない、むしろ。うん、安心感ありません？なんかその方が別にドキドキとかそんなに求めてないかもしれない。ああ、なるほどね。うん、大人ですね。うん、僕なんか一点突破しかないんですけど。あ、そうなんですか。でもそういうのってさ、なんかそれぞれ自分の得意な方があるよね、うん、だからこの人も僕たちに相談してるけど自分なりになんかそういうのやってる経験はあると思うんで、うん、自分の一番得意な技を技あの繰り返していいと思うよ。向き不向きありますからね、うんうんうん、じゃあもう一問ぐらいいけますね、はい、はい、20代の女性からです、はい、皆さんは占いの相性を信じますか？あ、なるほど。六星占術や、うん、十二星座、ホロスコープ、うん、誕生日占いなどいろいろ占いがありますが、うん、私が気が合うと感じる人は占いによる相性がいいことが多いです、うん、逆に正直なところ気が合わないと感じたり、なぜかタイミングの悪いアクシデントが起こったりする人とは相性が良くないことが多いです、うんうん、そのため目に見えないものであり形のないものですが、相性は存在するのではないかと私は感じることがあります、うん、またホロスコープを見ると恋愛運がいい時があるのですが、ただ運を、持っているだけではダメらしいので、運を生かしきる方法についても教えていただきたいです。いや、運を生かしきる方法については分かんないけどでもみんな知りたい。占いの相性は意外とあるよね。まあ、いろいろ占いとか好きそうですもんね。私ないと思う。ない、うん、もう個人個人か、うん、どうですか。いや、よく分かんない。相性はあるよね。ただ占いがあるかって占いで相性がいい人と相性、うん、私のこれはもう、うん、あの経験なんですけど、うんうん、占いを気にする恋愛は絶対にうまくいかない。あ、最初から。なるほど。結構確固たる。なんかあったんですか。うん、いや、でもそうじゃないですか。だって占いで相性を見るとか、占いで何か占うってことは、うんうん、不安だから占うわけじゃないですか。なるほど、それ一理あるね。そう、たださ、うん、付き合ってうまくいってその後でたまたま相性を見てみたら、うん、意外と良かったみたいなことはあるじゃん。まあ、あります。それはあります。だけど付き合う前とか、うん、そのなんか不安定な時とかに占いを見て相性いいから大丈夫は絶対大丈夫じゃない。なるほどね。そう言われると一理あるな、うん、だって考えてみたらね、十二星座だってせいぜい十二種類なわけじゃない。本当ですよ、うん、そうですよね。まあ、見たら面白いけどね、なんか信じるとかないな、うん、そうね、分からないから面白いんだよね、うん、だから楽しむ程度に付き合っておけばいいんじゃない、うんうん、そこで無理やりさ、その自分と誕生日の相性がいい人を探したりすると大変なので、うんうんうん、確かにですね。ただ今ほらネットでむやみにやたらに数があるから、例えば自分と相性がいい人がこの年の11月2日生まれだったら、うん、11月2日で入れていっぱい立候補出てくると思うよ。あ、そうですよね。そういうのができるようになっちゃった時代だなっていう気はするけどね、うんうんうん、まあ、でも確かに別にあの占いがあの間違ってるとか言わないけど、やっぱり人間ってほら全部基本的にはいろいろ当てはまる部分あるからさ、うん、なんか適当に言ったら結構当たるとかなりそうだよね。あら、ありますよね、うん、あとは本当に目の前にいる人を見てその人のことを言うだけなんだよね、うん、不安なことが多いですよねとかさ、うん、それはみんなあるわな、うん、あれ知ってます。確か日テレだったか TBS だちょっと忘れちゃったんですけど、うん、突然占ってもいいですかっていう番組知ってます、うんうん、知ってる、うん、あれで出てる星ひとみさんに今超ハマってて、占い師さん、占い師さんなんですけど、うん、何占い、何なんだろう、なんか転生戦術みたいな感じで、私山脈ってやつなんですけど、うん、なんかそういうのがあるんですよ。どしっとしてんだ。どしっとした感じなの。落ち着い揺るがないんだ。そうそう。でも結構当たったりするんですよ。例えばなんかなんかさ、うん、これの人に対する返事と全然違うんだけど。そうなんですけど、いやでも私はさっき占いでの恋はうまくいかないってたけど、うん、占いはめっちゃ好きなんですよ。あ、そうなんだ。なるほどね。でも楽しいな、確かに。まあ、楽しいってことね。そうそう、楽しい、楽しい。まあ、しいね、それぜひやってみてください。はい、これちゃんと答えてるのかな、僕たちね。あ、まあ、それぞれ。そうですね。生かしきる方法。
運を生かす方法なんかあります？でもイロさんでも運を生かす方法ってね、うん、多分ね占いに言う通りにすることじゃないんだよね、はあ、じゃない自分らしく対応すること、うん、なので全部言うことを聞いて占いで自分の行動を決めるみたいなことだと、うん、逆にそのいつもこうやって揺れることになるんで生かせないじゃん、うん、やっぱり山脈じゃないけどちょっとどっしりしてないといけないんで、うん、なのでその聞くことは聞いて効果的なところは取り入れるけれど、うん、自分の生き方だったり考え方の本筋は変えないっていうのが一番その占いをうまく生かす方法なんじゃないかな、うん、なんか占いもそうだし占い以外もそうですけど、とにかくなんか自分の中でどんな理屈がどうこうとかすごい占い師に言われようが、うん、すごいコンサルタントに言われようが、うん、なんかやっぱ違和感感じたことはちょっとうまくいかないです、うん、それにそれをやるとなんか無理をしているんで自分が疲れちゃうよね、うんうん、もやっとすることは絶対後でトラブル起きますよ ね、 そ う、 すねそういうものほど当たりますからね、うん、で何ちなみに星何さんだっけ星ひとみさん星ひとみさん僕後でチェックしてみます、はい、ぜひしかも私山脈じゃなくて大陸でしたすいませんでも似たようなもんであと 何があるのあと大陸山脈あと空、うん、あと海と か、 なんかそういうこう、うん、あのお花畑とかお星様とかあるあ星とかあるかもしれないで月とかあでもそれもなんか下限の月上限の月とかそういうなんか月も一緒に大陸は何オーストラリア大陸とかユーラシア大陸とかあるそれはないかなでもちょっといいね、うん、いいんですよ結構本当面白いちょっと後でやりましょう、うん、はいはい、さあということで、はい、もうそろそろ、はい、盛り上がりすぎてしまいましたが、うん、続きはですね、有料部分でこれからたっぷりお答えしていきたいと思いますが、さあ、もうあと10日でですね、もう大晦日、そしてこれはオトラジ小説コンテストの、締め切り日でもあります、うん、小説コンテストのこの応募要項400字詰め原稿用紙10枚以内の短編、もしくは中長編小説の冒頭部分未完でもOK です。ジャンル不問ですので、あと10日まだありますので、ぜひぜひお寄せいただけたらと思います。詳しくは概要欄をご覧ください、はい、さあそしてこの後、おとらじ、本編、クリスマス恋愛相談特集ねたっぷりと、お届けしていきたいと思いますので、続きは4通りご視聴方法がございます。 YouTube メンバーシップ、Apple Podcast、audiobook.jp、ニコニコ動画いずれかの方でご視聴ください、こちらも詳しくは概要欄をご覧ください。ということで後ほど、はい、いっぱい声をかけられる女の人ってモテてるんですか、それともそれはモテてるとは言わない？そういう人って、うん、僕の広告会社時代の友達で、うん、全然イケてない変なやつなのよ、うん、メガネかけて、はいはいはい、背も低くて、うん、そいつはエッチする女の人には不自由しないの。なぜか知ってる？そんな中マッチングアプリで出会った39歳のスウェーデン人の男性と飛ばすな、まだ心が前を向いたり後ろを向いたり安定しません。30代で恋人と死別した女性が幸せになる小説を読んで希望を持ちたいなんて思っています。何かメッセージいただけると嬉しいです。クリスマスの夜にすごくいいのが来たね、お便り素晴らしい。最後にそうか、はい、彼が教えてくれたんだ、うん、一応記入していなくなっちゃったのか、ね、なんかいい人だった ね、 ね、